半負けの本家の半間雄馬先生です。人間というのは頭悪いというのをお教えしましたけれども、テレパシーでね、カンニングしないと義務教育も卒業できないというふうに、説明いたしましたけれども、人間は全員そうですね。それでね、団体からテレパシーで情報を聞いて、話したり聞いたりするわけですけども、700年後に意味が分かるとかいうことで一生全部動いて活動します。ですからほとんど間違いになるわけですね。一生生きる間間違いだらけの生き方をしますというのは知能が足んないですからね。で、上の生物は私と全然違うわけですね。で、団体でもっともらしい、ちゃんとしたような話とかいうのは人間よりか上の知能の生物が教えてね、話してるわけですね。で、人間が話すことを知識を持って話すことはできません。それでね、またね、人間がそのバックのねテレパシーで、知識を持って聞いて話す問題でね、気をつけないといけないのは全体の話ができるかっていうことですね。専門の話だけしか話せないっていうのはバックの情報知識ですね、教わってる団体が低能力なんですね。私一人だけでも全ての知能を持って、私たった一人ですよ、全ての知能を持ってるんで、科学だろうとね、歴史だろうとね、全部何でも網羅できるわけです。だんだんテレパシーで聞かなくてもね、人間はあらゆるもテレパシーでバックで聞いて話してそれができないというのはちょっと妨害、話してるわけじゃないんですね、妨害で来てるわけですね。で、あとその団体は低能力の団体で、言うなれば今日肉食生物として生きてるだけで、言うなれば盗みですね、に対する要求ですね、を言ってきてるだけですね。人間は一生それしかないですけども、盗みに対しての要求ですね、道具を使って盗むということしかしません。で、それが人間という生物ですね。ライオンとかトラとかいうのは道具を使わないけども肉をね、食べると、狩りに行ってね、人間というのは道具を使って狩りをするわけですね。何度もそうなんですね。で、それが今日肉食生物っていうのは人間なんですね。私とちょっと違う、上の生物と違うんですね。で、とにかく人間の話は無能ですね。で、どんなに立派な話してても、これ宇宙から教わって話してて自分が話しているように見せるということが特徴でね、そういうふうにして自分が話せるようなことで、ね、ちゃんと話せるようなことで騙すわけですね、宇宙にね、全体ね。で、私に対してのその人間というのは非常に低いんで、私の敵である宇宙生物というのはもっと人間よりか賢いんですよね。だから人間というのは単なる特攻体でしか動きません。人間よりか上の知能
もう大幅に知能が高い私の敵がいるわけですね。それが人間を人間と一緒に、ね、かかってくるんですけど、人間というのはもうその下っ端ですから、脳がないですから、人間地球間ではもう特攻体だけですね。全身でもこっちに対抗してくるわけですね。その上の生物と、私の敵である上の知能の生物と一緒にね行動するときはね、そう来るわけです。だから気をつけないといけないんですね。全くか価値がありませんから、下っ端なんでね、敵である宇宙生物連盟が私に対抗してくる場合、人間の場合は単なる特攻体だけですね。で、地球全員特攻体で来ますから、全然命知らずで来ますね。で、この辺が特徴ですね。で、敵である上の知能の生物はそういうことはないですね。知能高いんで、そういうレベル感っていうのはあるんですね。生物との関係でね。で、一つはあれだけども、高層ビルの話をしましたけど、まだ私が教えてないんで、建て方ですね、高層ビルなんかの建て方で、現在、人間たちに任してたら、全部危険であると。高層ビル、地震が起きたらもういろいろコンピューター制御で地震の時に揺れを、ね、落とす装置なんかつけてますけれども、全然ダメですね。危険物ですね。都会は